今回は志幌温泉プラザ緑風で志幌さん、十勝さんの食材をたっぷり使った料理やお酒を味わえます。メンバーはこちらの4人。乾杯。この日の料理は4月にリニューアルした宿泊の夕食メニュー、志幌牛懐石膳。志幌牛ヒレ肉陶板焼きをメインに、志幌町産の農畜産物や十勝産の海鮮、北海道産を中心とする食材のコース料理です。お酒は志幌町の姉妹都市、岐阜県美濃市の蔵元、小坂酒造が作る純米大吟醸うだつ。志幌町の岡田農場が栽培した大麦を使ったクラフトビール、旅の始まりのビール。他に十勝ワイン、セイロウサム2015の白と清見2012、純米大吟醸十勝バレを味わいました。今回は十勝毎日新聞社の記者とともに、志幌町の小林康夫町長と志幌町役場総務企画課長の瀬口豊子さんが参加。小林町長に志幌町の魅力などを聞きながら料理やお酒を堪能しました。志幌はさ、やっぱり農業を核として非常に経済性には高い町づくりとですね、それから、ずっと愛の町ということで、福祉村を建設して、福祉を進めてきたんだけど、風土的にいけばやっぱり町民がこう一体化になって、農業もそうだけど福祉もそうだけど、やっぱり町農協、商工会っていうその関連をしながら進めてきたということでは、町がこう一体になれるっていう、そういう町民性を持ってるんだと思うんだよね。志幌町の話題で盛り上がっているうちに、メインの志幌牛の陶板焼きが焼き上がってきました。もともと志幌はジャガイモの町っていうことでずっと発展してきて、ポテトチップスだとかサラダとかそういういろんなものがあるんだけど、やっぱり今は代表的なのはやっぱり志幌牛っていうことかな。やっぱり特産品っていうか、代表する特産品っていえば。そしてこの料理に合う純米大吟醸うだつを堪能した記者は、スイスイ飲めちゃう、角がない、どちらかというと角がない、辛いんですけれども角がないお酒で、スイスイ飲めちゃいますね。で、いろんなものにこうちょっといろんなものにちょっとこうつまみに飲んでみたんですけれども、どれとこう相性がいくて、普段から飲めるお酒かなと思いました。また原料の大豆が100% 志幌産のクラフトビールを堪能した記者は、ちょっと苦味はあるんですけども、とても飲みやすくて、どんどん喉を通る毎日飲みたいビールです。やっぱり志幌はやっぱり農業として発展していくんだけど、ただ農業もまた生産をするじゃなくて、多面的機能だとか、あるいは食だとかっていうのを作っていくっていう、そういうことをしていくんだけど、今年新しい道の駅を建設をするんだけど、道の駅がそういう役割をぜひ果たしていくっていう目的で作っていきたいなっていうふうに思うと、この町にやっぱり住んでていかったなっていうですね、そういうものをやっぱり、町づくりの中で中心に据えていきたいなっていうふうに思っています。地元の食材にこだわった料理を味わった今回のメンバー、改めて志幌町の魅力を感じたようです。